デコレーションを間違えちゃったら美味しいケーキだってまずくなるよ。なんでかっていうと、何事も細かいことが大切だからだよ。それじゃあチャレンジに行ってみよう。綺麗なケーキね。まずは私からね。やったー、ミミズグミだ。ミラ、見てよ、たくさんあるわ。今度はミラの番ね。私のはなんかまずいものになりそう。やっぱりそうなのね。本物のミミズなんて嫌よ。あー、すごく気持ち悪いわね。こんなのケーキに乗せられないわ。仕方ないでしょ、嫌でも乗せないといけないの。目を閉じて乗せるわ。あー、動いてる、最悪。なんでそんなに少ないの。もっともっと。ケイトってひどいのね。友達だと思ってたのに。確かに気持ち悪いと思うけど仕方ないわよ、そういうルールなんだから。こんなの食べたくないわ、絶対に無理よ。早くミミズなしのケーキを食べないと。やっぱり気持ち悪いわ、ミミズの味が残ってる。顔に何かいるよね、最悪。またミミズなの？もう嫌よ。髪の毛にもいるの？もう嫌だ。気をつけてよ、ミミズが私の前を飛んでいったわよ。やっと食べてくれたのね。今度は私がグミでデコレーションをする番よ。ケーキが美味しく可愛くなること間違いなしね。見て、すごいでしょ？すごく美味しそうね。信じられないぐらい美味しいのよ。丸ごと飲み込みたいぐらいよ。最高の組み合わせね。ケイト、少し分けてくれる？お願い、お願い。分けるわけないでしょ、期待しないで。そうでしょうね。でも大丈夫、あるアイディアがあるのよ。攻撃？ケーキのことは最後まで守るわ。どっちの方が強いのかな。待ってなさいよ。そっちが待ってなさい。私は攻撃が得意なのよ。すごい強いのね。ケーキのためなら何でもするわ。負けちゃった。ケーキが食べれないってことね。覚えとくわ。他のプランだってあるの。ミラ、何してるの。これでケーキは私のものになったわ。もう汚いわね。また私から回してもいい？飛んでくわ。風が強すぎる。嘘、そんなはずないわ。唐辛子なの？やっとケイトがまずいものを食べる番が来たわね。どうなるのかな？今度は私がラッキーになるのよ。目玉グミ？ずるいじゃない。なんで？ずるくないわよ。そういう運命なのよ。ケーキにグミを乗せると可愛くなるでしょ。すごく美味しいわ。一生忘れられない味よ。私も食べてみたい。何よ、ケイトが分けてくれなかったから私も分けないわよ。怪我するところだったじゃない。でも私のケーキを奪おうとはしないでしょ。フォークなんかいらないわよ、手で食べた方が美味しいわ。一気にたくさんのケーキが口に入るのよ。すごく美味しそうね。夢みたいな甘さだと思う。そうよ。でも悪いことだってある。すぐに食べ終わっちゃったってことよ。残りのグミは口に投げてみようかしら。あー、失敗しちゃった。どうして？やった、グミが食べれたわ。自分のケーキも食べなさいよ。なんで思い出させたのよ。わかった、まずはデコレーションからね。結構綺麗でしょ、色が合ってるわね。今度は味見して。仕方がないから食べないといけないみたいね。辛いのを感じるわ。唐辛子なんか大嫌い。少ないわね、もっとたくさん食べて。後悔することになるわよ。そんなこと言っても最後まで食べてもらうわよ。食べ終わった、満足してる？あー、火事が始まるわ。燃えちゃう。
やっぱり意地悪しすぎたかな。最後まで食べさせなければよかったのかも。ケイト待ってね、今助けてあげるわ。気持ちいいわ、ありがとう。今度は私から回すわね。サボテン、すごい。トゲトゲしてるじゃない。待って、何かおかしいと思うわ。本当はフライドポテトだったよ。わかったわかった、騙せないわよね。そうよ、私のことは騙せないわよ。今度は私が回すわね。ごちそうが当たる予感がするの。ガムだ、やっぱりその通りだったのね。すごい、いろんな味があるわね。私とも分けてくれる？いやよ、全部自分で食べたいの。カラフルで可愛いケーキにするわ。すごく美味しそうな匂いね。早く食べてみたいな。綺麗ね、私も欲しい。ガムはデコレーションのため以外にも使えると思うわ。そうね、見て、ハートよ。すごい、ハートを完成させたら出来上がりよ。ケイトってすごいパティシエなのね。ありがとう、これからが本番よ。出来上がったケーキを食べるの。きっと美味しいのね。あー、本当に美味しいわ。食べ終わるまで止まらないわよ。ケイトすごい汚いわよ。マナーのことは忘れたの？羨ましいだけなんでしょう。ガムで風船が作れることをすっかり忘れていたわ。そろそろやめてよ、大きすぎて怖いわ。あ、悪いけど私が割っちゃうわよ。ミラ、なんてことしてくれたの？ガムだらけじゃない、最悪。自業自得よ、私が言った時にやめればよかっただけなの。すごくトゲトゲしてる。食べられないわ。自分でどうにかしなさい。いいこと思いついた、今やってみれば。このハサミは大きすぎるわね。他のを見つけないと。これも大きいわ。そうそう、これ、このトゲトゲは似合ってないから、そろそろヘアカットをしましょう。ああ、いいアイディアね。ありがとう、これで怪我をしないでケーキを食べられるかな。早くしてよ、寝ちゃうわ。起きて。ねえ、何よ、痛かったわ。早くデコレーションして食べて。いいこと思いついた、サボテンを細かくしちゃえば綺麗にデコレーションできると思うわ。見て、すごく綺麗でしょ。よかったわね、早く食べてみて。サボテンは苦いけど悪くはないわよ。よかった。ほらね、大切じゃない材料は一つもないよ。みんなも細かいことに目を向ければ何もかもうまくいくから頑張ってね。